オタハの秘密基地。20作品。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これだ仮面ライダージオ、ライダーアーマーシリーズ、フォーゼアーマーだ <laughs> というわけで、同じ発売日の商品を順次レビューしています。合わせてみてね。それじゃ早速、レビュー行こう。ライダーアーマーシリーズに、フォーゼアーマーが発売。 これが本編での活躍がめちゃくちゃかっこよかった。必殺技も面白かった。仮面ライダーフォーゼを多分にオーマージュしたような必殺技だったね。横。フォーゼアーマーが映っています。これは仮面ライダージオーに装着した状態だね。カタカナになっています。反対側。そしてパッケージの背面。別売りの仮面ライダージオーと仮面ライダーゲイツに装着。仮面ライダージオー。 それから、フォーゼアーマー。ああ、フォーゼアーマーが初めて飛び出した時、こんな感じになってましたね。今までのパターンと違うんでね。あの、クロス、クロスっていうかな。<laughs> あれ、単体の、人型の状態じゃなくて、まさしく、こう、ロケットのような状態。それから、装着するとこのようになります。で、今回のアーマーは、リバーシブル仕様にはなってないんだけども、ゲーツに装着できるといった感じですね。よーく見ると、ボディの中の、レッドの、 ところが見えます。これはゲイツ専用のマスクはついてないのかなまあ、あ装着できるといった感じだね。おー、新しいフォーマット。それでは早速、パッケージの中を開けます。あっけーろあっけーろカッターナイフを使うときは気をつけてね。おー、楽しみ。あのね、箱が結構パンパンなんですよね。おー、いきます。せーの。落ちた。一袋。 二袋。じゃーん中身を取り出しました。主に四つのパーツが入っています。ボディアーマー。それからアームパーツが二つに、レッグパーツ。レッグっていうのは足だね。足パーツにアームは腕。まあ、こんな感じで入ってるんだけど、これのプレイバリュー結構すごいですね。今回のオタファーテクニカルレベル、ズバリ3。早速、各パーツを見ていきながら、フォーゼアーマーを組み立てよう。 まずはボディアーマー。造形はこのようになっていて、まあ、入った状態ですね。このパーツ。ここにロックがあるので、ここにくっつける。で、頭部アーマーはあ、頭部パーツはこのようになっています。アームで接続されています。これをこっち側に持ってきて、この肩アーマー。ここを稼働させて、こっちに持ってくる。で、ここに小さいロックがあるんだけども、ここを、 今聞こえたかなカチッというまで押すとぴったり止まります。で、これを、こっちまで持ってけると。で、ここは接続しなくて大丈夫。で、ここにピンがあります。1、2、3、4箇所。そこで登場するのが、アームパーツ。これは左右があります。えー、ちょっとわかりづらいんだけど、この中に、えー、これ見えるかな ?R。R は、えー、右。右だからこっち。レフト。こっちは L。 英語で L のマークがあります。なんだけど、これは、えっと、仮面ライダーに装着するまでは右左どっちも関係ないです。造形がほとんど同じで、ここのジョイントの部分だけが違う。なので、どっちでも大丈夫。おちゅちゅ。ここに接続。こ判定側も同様。こさあ、そしたら最後。これがレッグパーツ。 入って、箱に入ってる状態はこのようになっていて、これが太ももに当たる部分だね。で、これがすねのところで、ここに2つの、えー、ヒンジでくっついています。このように回転させながら下に持ってくる。か。ポイントは空洞ができるように。ただ、こういう風に折りたたむんじゃなくて、一度さらにここで折りたたむわけですね。そうするとこのようになります。そしたらここに穴が開いています。 本体の、ここ。ここにピンがあって、ここに、取り付ければ、完成これが、フォーゼアーマーだ <noise> おー <laughs> ロケット。これいいね <laughs>。近くで見ていこう。これがヘルメットの部分ですね。この、肩のアーマーに当たるところと、まあ、これ、機種か。機種とこう、ぴったりくっつけます。 これも造形がいいですね。ピンク、まあ。もしくはメタリックのマゼンタカラーで、フォーゼとカタカナで書いてあります。それ以外にもシルバー、ブラック。塗り分けがとっても綺麗ですね。こんな感じ。4つのパーツが、こう一体感がとってもあって、本当にロケットに見えます。後ろ。今までのタイプと違う。それがいいね。他のやつと比較しよう。ビルドアーマー。ゴーストアーマー。 そして、エグゼイドアーマー。4つを一気に並べると、こんな感じになります。お <laughs> 今までのやつっていうのは、こう、縛りがありました。人型になって、こう、リバーシブルになるっていうやつなんだけど、ここに来て、その仮面ライダーの持つモチーフに、まあ、変形するっていうところが、変形組み替えられるっていうのが、すごいいいなと思いました。はこれから先がすごい楽しみですね。 で、パッケージの時に説明した通り、まあ、これは、ジオ専用のアーマーパーツとなります。なんだけど、一応、ゲイツにもね、取り付けることができます。後でね、ゲイツにも取り付けます。さあ、お待たせここからは、仮面ライダージオに、フォーゼアーマーを装着。アーマータイム順番に行こうまずは、仮面ライダージオの準備。いつものやつと同じですね。お腹の、ベルトパーツ。それから、フォルダー。 三つを取り外して、準備完成次は、ロケットあ、じゃなくて、フォーゼアーマーこれ、装着方法がなんと、二パターンあって、あの、劇中で見せた、いわゆるあの、切りもみの状態まあ、もしかね、このロケットのまま、ライダーがズボって被るような感じの装着パターンがあるので、先にそっちをお見せします。まずは、四つの、パーツを外す。アームパーツ。それから、レッグパーツ。そしたら、 この機種のところ、これのロックを外し、このようにします。で、頭部はちょっとどかして、ここが稼働します。で、この中にピンがあって、ジオ本体の背中のこことここ。これを噛み合わせるような感じですね。こうやって、頭部を出して、位置を合わせて、押し込むと。そうするとロックがかかります。そしたら、 このヘルメットのパーツ、ここに合わせて、さっきの逆の手順で、形を作ります。そうするとこのようになります。で、アームパーツ。さっきと同じ。腕に取り付けずに、ここ。これをやるときのポイント。この前側は少し浮きます。ボディから浮いている状態。ここに、アームパーツ。そして最後にレックパーツ。ま、あ、ほぼ、 さっきのやつとも、さっきのやつから戻すような感じだね。これで装着完了このようになります。これ見覚えある方もいると思います。そう、劇中でね、最後の必殺技っていうのかな。えっとなんだっけな、宇宙ライダー切りもみキックといった感じかな。<laughs> 切りもみがこう再現できるわけです。なので、宇宙に行くっていうのとか、ライダーキック。 これを再現するときは、この状態で装着させます。この状態での装,装着は、こんな感じ。さあ、次。ちゃんとしたね、フォーゼ。えー、フォーゼアーマーにします。あの、劇中では、こう、変形するような感じだったんだけど、これは組み替えですね。さっきと逆の手順で。まあ、結局、またバラします。アーム。さあ、ここからスタート。レッグパーツ。これは左右に分割します。 ジョイントがある方が内側に来ます。そしたら足のパーツを、ヒンジを使って伸ばす。こう。反対側も同様。このように伸ばして、ここのジョイントを使って、これがこっち。このように取り付けます。さあ次。アームパーツ。ここで、えー、さっき言っていたレフトとライト。 右と左が出てきます。L。L は左手なんで、えー、こっち側ですね。この黒いところがジョイントです。さっきはこうだったんだけど、こういう向きにして、ここで取り付け。反対側はライト。右。これをこのように取り付け。さあ、そしたら最後はボディーアーマー。まずは、えっ、ー、と、ここのベルトの ええと、ジョイントがありますよね。で、これちょっと見えないんだけど、中に受けがあって押し込むと、ピタッとはまります。これポイント。そしたら、背面。ここの、ブースターのパーツ。これを上に持ち上げて、今度はここにロック。か。さあ、そして最後に、機種の部分を分割し、このように、展開すれば、 完成仮面ライダージオフォーゼアーマーだ <laughs> おー <laughs> 見事に装着完了もうさっきのあの、切りもみ。ま、切りもみでいいや。<laughs> 切りもみ状態と全然違いますね。あーかっこいいです。あの、非常にボリューミーです。全体のプロポーションはこんな感じです。いいねー。 あの、細かいんだけど、各部のこのロケットのバーニアっていうのかなこういうのがたくさんあって、非常にワクワクするデザイン。横。そして、後ろ。ここら辺もパーツの差し替えじゃなくて、ちゃんとクランク状にこう、パーツが移動して、少しこう、変形の要素があるところがいいなぁと思いました。早速、近くで見ていこう。まずは上半身、および、頭部のアップ。ま、あここはさっきから見ている通り、このアームでね、接続されているんで、頭部は動きません。 いい顔しています。フォーゼ。肩。これはさっきキッシュだった部分ですね。このように少し角度をつけることができます。腕。腕はジョイントでくっついててこういう風になっています。本体の GO の関節をこのまま使える感じですね。大きく動きます。お腹周り。ここも塗装になっています。ここのオレンジの部分はメタリックカラー。それからシルバー。ここ綺麗ですね。 腰の角はありません。それから足。足もこのアーマーが干渉しない程度にこう動くといった感じで、ここにヒンジがあるんで、連動して、このように足を動かすことができます。各部を動かして、アクションまあ頭部が動かないんで、まあちょっとこう見立て的な感じかな。大きく動かすと、こんな感じになります。さあ次は、仮面ライダーゲイツ。これと一緒に並べるとこんな感じ。 まあ、もともとは大体このぐらいのボリューム感だったわけですね。かなりボリュームアップしたのがわかります。さあ、そしたら最後。フォーゼアーマーをゲイツに取り付けるとどうなるか。ちょっとやってみよう。仮面ライダーゲイツ。アーマータイム。じゃーん。装着完了。このようになります。お、これは、あの、パッと見ると違いがわからないと思うんだけど、仮面ライダーゲイツのトレードカラーのレッド。これが各部に。 こう、アーマーが付いてないところにたくさんあるんで、あ、仮面ライダーゲイツが装着されてるんだなっていうのがわかります。なんだけど、やっぱり仮面ライダーゲイツがアーマータイムすると、まあ、ここがひらがなですよね。なので、これはジオ用なんだよね。これがね、もしあ、そのヘルメットパーツっていうのかな。それが、あの、別に付いてればよかったなと思いました。まあ、でも、まあ、問題なく装着はできます。一通りの遊び方は、こんな感じ。 というわけで今回の仮面ライダージオーライダーアーマーシリーズフォーゼアーマーのレビューいかがだったでしょうかいやいいね。あのこのアーマー単体でロケットになってフォーゼに取り付けるときは2種類あると。まあ、劇中ではあの切りもみのあのライダーキックのときっていうのはこう一瞬でねこう、変形するような感じだったんだけどまあ、今回は組み替えでちょっと残念だなとは思うもののちゃんとそれに変形できるっていうのはいいなぁと思いました。 こういう仮面ライダーのフィギュアを集めてる人とか、こういうクロスアップアイテムが好きな人に強くお勧すすめします。僕は大変気に入りましたね。気になった方、ぜひゲットしてみてください。今回の動画、面白かったな、楽しかった。オタファの仮面ライダージオのレビュー、もっと見たいという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。見えるかなこれ。<laughs> あとはどんな靴でも結構です。おータファ、これかっこいいね、とか。 あ、二種類の、ちゃんと、あの、切りもみを再現できるのいいねとか。あ、劇中のフォーゼ編のエピソード、とっても良かったねとか。他にも、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。他のおもちゃのレビューも、合わせてみてね。またねー。